はい、皆さんこんにちは。DDR 池袋店の前田です。今日はですね、ブランズハッチでマルチ対戦、根本選手とやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 DDR、 はい、やってきました、ブランズハッチ。さあね、今日はルマンの、GT1 クラスの車両でバトルとなります。根本選手がね、シボレーコルベットで、僕がね、ランボルギーニとなってますので、よろしくお願いします。さあ行きますよ。シグナルが灯って、今ブラックアウト、あー、危ない。さあね、アシストね、ローハイミディアムでね、今日行きたいと思いますんでね。さあ先行はね、ちょっと根本選手に取られてしまいましたが、さあ落ち着いていきましょう。はい、さあね、まずはね、ヘアピンコーナー。さあここね、おっと根本選手が、あ、やったやったやった、へへー。さあインガーからね、うまい、おっと。さあ早速ね、荒れてきてますからね。さあね、いつもね、根本選手なら待ってくれてるんですが、僕は待ちません。はい、全く待つ気ありません。はい、このままね、もうね、独走でいきましょう。はい、さあブランズハッチね、なかなかね、バトルとなるとね、さあ面白いコースですからね。いやー、これはでもこんな展開は結構ないんじゃないですか。あの前田がね、独走して、はい、トップ逃げ切りっていうね、はい、なかなかないシチュエーションですよ、これは。さあこの後前田はね、うまく、さあこのプレッシャーからしっかりと前にもう突き進んでいけるのかどうか。さあここね、ブレーキング頑張っちゃいけませんからね。はい、なかなかいい感じですよ。ここね、ここね、ちょっとね、ブレーキ今頑張っちゃいましたね。頑張っちゃダメなんです。そう、ある程度頑張んなきゃいけないんですけど、頑張りすぎると絶対に飛び出します。で、やっぱりね、ランボルギーニ、このマシーンは特にコーナリング中の挙動が非常に不安定で、オーバーが強いんですよね。なもんで、あんまり進入で頑張りすぎると、まあスピンしやすくなるっていう、そういうマシン特性なので、さあここはね、あまり突っ込みで頑張らないで、しっかりとね、このコーナリングスピードを維持しながらね、立ち上がり安定して全開で踏んでいけるように意識してやっていきたいと思います。でね、今日そうですね、6周のバトルとなってますので、はい、今ね、現在2周目を迎えておりますね。はい、さあ、そうとしているうちにね、じわじわと根本選手が差を縮めてきているっていうね、恐ろしい話ですよね。あんなに差開いてたのに。いやでもね、まだまだね、まだ余裕です、この差は。はい、さあブランズハッチね、さあここはね、まあ攻めないとね、いけないんですけど、攻めすぎると、ほらほらほら、ろくなことがないんですよ、本当。危ない危ない。でね、やっぱり見てわかる通りね、ブラインドコーナーが多いんですよね。だから本当にね、なかなか攻めたくても攻めすぎて、もっと危ない目に遭うっていうパターンがね、多いので、やばい、バックミラーにもうすでに根本選手がくっきりと映ってますね。これは非常にまずい展開ですね。ここはよし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 、いいね、いいバトルですよこれ。危ない危ない、ちょっと待ってください。これは、いや、次もクロスラインでいきましょう。あ、危ない、ちょっと待って、そんなバカな、あ、ちょっとクロスライン意識すぎてイン開きすぎちゃいましたね。いやでも大丈夫です、ここでスリップについて。さあどうだ、根本選手かなり使ってますね、道幅ギリギリ。危ない、これまずい、これまずい、これ、あー、やばい、やってしまった。いやー、今日一発目の出ちゃったですね、これ。あー、大丈夫です、うまい具合に1回転して、はい、復帰しました、コースに。さあ、ここからね、立て直していきましょう。ありがとう、根本選手待っててくれて。さあね、さあ根本選手にもね、さあこう近づいたところで仕切り直していきましょうか。はい、すいません、本当都合のいい男で申し訳ない。さあ行きますよ。
さあこれね、次もう4周目後半戦にね、突入ですからね。さあブランズハッチね、こうストレート区間も長いんでね、なかなかスリップについて速度差が、おっと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 、危ない危ない危ない。これね、本当にこの、あの浮き沈みが激しいサーキットですよね、こうブランズハッチ。もうね、あのコースレイアウトだけ見るとね、なんかね、あの大したことなさそうなコースだなと思ったんですけど、いやもう走ってみてね、やっぱりびっくりですよ、この高低差のね、違いが激しくて、やっぱこれが最大の魅力なんでしょうね。おっと根本選手が今姿勢を崩したぞ。さあこれね、ランボルギーニもね、かなりレスポンスいいですからね、あのトルクもバッチリあるんで、しっかりとここ加速でね、うまく、さあ踏んでいけ踏んでいけ。さあ伊達にね、アシストついてないですからね。さあ三速全開でね、いやーこれなかなかいい走りなんですけど、なかなか近寄れない。おっ根本選手が、根本選手がやばい、ラリーしてるなかなかね、皆さん分かります？普段こんなにね、あの僕はともかくコースアウトをねしないんですよ。あのなのにこうするっていうことは、それだけ、まあ、マシーンも難しいんですけど、このねブランズハッチというコースがね、どれだけそう難易度が高いコースかっていうのをお分かりいただけるでしょうか。さあ5周目入りますよ、5周目。さあここね、さあなかなかねいいバトルをしているんですが、まだね、まだちょっとねギリギリのせめぎ合いっていうのがないんで、ね、ここから先かなりお互いあのもうねゾーンに入って、はい、ゾーンモードに入ってちょっとねシビアにいきたいと思いますので、ね、よろしくお願いしますね。いやーブランズハッチね、昔はね F1 もね開催されていたコースだっていう風に聞いたんですが、うーん、こんなところ F1 で走ったら死んじゃうよっていう話ですよね。本当すごくね、スパ並みですよね、本当この浮き沈みの凄さは。はい、さあここね、さあしっかりとアクセル全開。おっと根本選手がもう真後ろに、これはまずいんじゃないか。焦るな、前にいる自分がね有効なのは間違いないですからね。そう、ちょっと待って、ちょっと黄色い車が、くそー、危ない。いやー、なかなか激しいバトルですよこれは。危ない、よし、いや、インさえ開けなければいいんですよ、インさえ開けなければね。あ、くそ、なかなか締め切れないですよね。あ、ちょっと、これは、あ、この野郎、ちょっと、もうここインから、あ、ちょ、あは、やばい、リアルですね、今のクラッシュは完全に GT 選手権でしたよ、本当。いやちょっとね、インから飛び込もうって頑張りすぎちゃってね、相手もね、インブロックしてましたね。そう、でもこれ、サイドバイサイド、さあ、いい感じですよ、ここ。よし、今日は僕がアウトから行く。あー、無理だった、アウトから行けない。いやそうできるもんじゃないですかね、アウトから抜くっていうのは。はい、いやーちょっと待ってください。根本選手、結構本気出してきましたね、これ。やばい、追いつけないかもしれない。これファイナルラップですよ、皆さん。あの今気づきました、これファイナルラップです。やばい。さあ、全開でこうね。さあ、ここもね、ブレーキング。ちょっとね、しっかり踏んでいって。さあ、全開で。いいんじゃないですか、これ。いいんじゃないですか。さあ、ここもね、なるべく全開で。さあ、どうだ。なんとか。根本選手、ゴール。いやーちょっとね、最後ね、アウトから行こうと思った僕の判断ミスですね、これは。はい、アウトから行こうとして、結局アウトから抜けずにコースアウトして置いてかれたっていうね。はい、まあいつものパターンですかね。はい、
いやいかがでしたでしょうか。ブランズハッチ、ルマンの GT1 カーで、攻めてみたと。はい、マルチ対戦ですね。いや結構ねいいバトルだったと思いますよ。はい、まあなかなかね激しいクラッシュもございましたが、はい、まあこうね最後はしっかりとサイドバイサイドバトルもできたんで、はい、ただね負けは負けですからね、はい、ちょっと次回はね必ず勝っていきたいなと思っております。はい、じゃあ恒例のあれいきますか。さあ回転数を上げていきますよ。なあ根本選手だ。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 PC の方こちらの画面をクリック、スマホタブレットの方動画概要欄、リンク先より登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんのご来店心よりお待ちしております。それではさようなら。